はい、皆さんこんにちは、カリアです。プロスペースラブ天然性格、やっていきたいと思います。今回はプロスピパークの報酬開封ですね。まあドラ1ルーキーが全員出てきますんで、まあ中日ファン、楽天でファンである僕としては、まあ小深田選手、石川選手を狙っていきたいなというところですね。はい、ということで、まあB ランク契約書がまずいっぱいあるので B ランク契約書から引いていきたいと思います。8枚かな、行ってみましょう。まあ柳選手、小深田選手、あ、そうか、自チームが3枚ぐらいあるからね。で、藤田選手、宮城選手、小深田選手、西選手、あら、石川選手出ませんでした。はい、これが、あ、ちょっと待って、自チーム、B ランク契約書で小深田選手4枚。よく出るね。はい、ということで、あとは A ランク契約書ですね。まあ、自チーム A ランクは、楽天の小深田選手と石川選手1枚ずつ獲得したいので、ちょっと B ランクがもう1人残ってた、ちょっとそれも一緒に引いちゃいましょうか。で、それを引きたいので半々ぐらいで引いておきたいかなという感じですかね。じゃあまず引いていきましょうか。3枚かな。いるのか。ビアヌエバ選手、西選手、佐藤直樹選手。はあ、佐藤直樹選手、外野ね。ソフトバンク純正オーダーでも使えるようになってきた。はい、で、まあ、あとはゴールド契約書と S ランク 10% かな。 S ランク契約書はないので、今回イベントの報酬で、あら、そうか、先にじゃあ3枚引いておきますか。さあ、ここで S ランク、S ランク選手が出るかですね。はい、 B ランクかな。小島選手、ウィーラー選手、清田選手。さあ、残りがゴールドが1枚かな。引きましょう。さあ、こっちの契約書は変わらずなんですね。エフェクトが、10連スカウトとかああいう表は変わるのかな。ビアヌエバ選手ですね。でこっちも変わるのかと思ったら全然変わらんのですね。スカウトの方は変わるけど契約書の方は演出は変わらないんだよね。そうか。じゃあ、S ランク 10% 確率契約書、まあ、楽天の選手を狙いに行きたいなという感じですね。では行きましょう。さあ、長打で逆転サヨナラチャンス。A ランクかな。あれ、クモン選手。クモン選手は S を持ってましたね、確かに。まあ、限界突破要因になるのはいいかな。で、自チーム A ランクが2枚あるか、2枚ずつ。じゃあ、石川選手、小深田選手、2枚ずつ取ればいいかな。よし、じゃあ1枚、小深田選手のやつ獲得しておきましょう。最後のチャンス。小深田選手獲得ですね。あとはまあ石川選手を1枚か2枚と、小深田選手も1枚獲得してっていう感じになるかな。はい、そんな感じです。よし、そうね、じゃあ楽天純正オーダーのまあ紹介という感じではございますが、そうね、
とは言っても内野はね今もう揃ってはいるから、まあ小野銀次選手の枠かブラッシュ選手の枠に小深田選手が入ってエースになる感じかな。であとピッチャーが先発中継ぎ、先発2人中継ぎ1人、あとベンチ枠1人ということで4人、ピッチャーが残り4人、バッターが残り3人、あ2人か、うん、なるほど、うん、まあまだまだ先は長い感じだね。ちなみに、さっきちょっと話がほんのちらっと話が出たソフトバンク純正の方はセカンドとファースト、まあでもファーストは内川選手がファースト回ればなんとかなるっていうところもあると、ライトは佐藤直樹選手、今回のねあのドラ1ルーキーをヒットすると本当にあとセカンドと、野手2人か、すごいねそう考えると。でピッチャーはもう全員揃ってますもんね。わーすごい。はい、まあまだ、先にはなりますがね、楽天純正も早くもうちょい進めるといいですね本当に、はい。さあそしてまあオリンピックが、1年延期が決まりまして、プロ野球もちょっといつ開幕できるか分からなくなってしまいましたね。まあ、阪神の藤浪選手、伊藤選手、長坂選手だったかなが、コロナ陽性になっちゃいまして、で、まあ、ちょっといろいろね、で話が出てきちゃってますけど、中日でも平田選手がちょっとね、熱が出ちゃったりとか発熱があったりだとかいろいろと、ある状態ではありますがね、まあちょっと、ね、今シーズン本当にできるのかどうか不安な感じにはなってきましたが、早くね、まあ、元通りの生活に戻れるといいなとは思いますしね、まあ、芸能界でも志村けんさんが亡くなってしまったりとかいろいろありますから、早く、ね、元の生活に本当に戻ってほしいなとは思いますけど、難しいのかな、ね、早く収束するといいですね、はい。さてということで、次回のイベントですが、というかまあ今もう今イベントをやってますが、プロスピマーケットですね。そうね、ただ S ランク 30% 契約書って S ランク契約書ぐらいなので、そんなにあの何かっていうほどではないのかなと思ったりはしますが、まあ、抽選ボックスで、ね、S ランク契約書とか引けたらいいなと思いますが、まず先に S ランク 30%、まあ、引きに行きたいかなっていう感じです、はい。まあちょっとこれのイベント報酬開封にするか、その次のイベント報酬が開封になるかは分かりませんが、またやっていければいいかなと思います。はい。で、そうね、スカウトの方も捕手が出まして、太田光選手ですね。真島選手は去年まで、今ヤクルトに移籍してしまいましたので、で、怪我もあってちょっとね骨折しちゃって今シーズンちょっと不安な感じになってきましたけども、まあ楽天の方は太田選手が、出てきましたんで、まあね、まあ太田選手の S ランク持っては今の覚醒映像は持ってますけど。まあ弾けるといいなというところですかね、はい。そんな感じ、はい。ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。次回は、プロスピマーケットの報酬開封になるか、その次のイベントの報酬開封になるかだと思いますので、また見ていただければと思います。はい。ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。